皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフト、ということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、ここの空き地、ここにクリスマスマーケット的なやつを作っていこうかなと思います。それでここに作っていくんだけど、ちょっと狭いかもしれないな。この家たち作ったけど壊しちゃってもいいかもな。当初ね、ここにちょっとした住宅街みたいなのを作って、でこっち側に牧場を作ろうかなって思ってたんだけど、スペースが割と広いし、なんかこの家とかが建ってたりとか、ここに駅があったりとかして、ここに牧場を作るのやっぱり違うかなって思い出してしまったので、ここには一回屋台街を作ろうかなと思います。で真ん中にクリスマスツリー、でっかいクリスマスツリーみたいなのを作って、クリスマスが終わったら街のシンボルみたいな感じで、この桜の木を普通に生やすんじゃなくて、でっかい桜の木を自分で作ろうと思っております。ってなってくると、やっぱりこの家は崩しちゃってもいいかな。でもう屋台街、全部屋台街にしちゃおうかな。よし、そうしよう。よし、じゃあまずはサクサク崩していきます。ベッドがないな。ベッドどこに置いてきたんだろう。ベッド向こうに置いてきちゃったのかな。まあ作ってもいいけど、一回取りに行ってみよう。あった、ベッド、これだ。なんかこの樽の中にいろいろ入ってるわ。回収していきたいけど、こんな時のバンドル使おう。なるべく少ないもの入れて。よし、いけた。じゃあ戻りましょう。で一応ここ何も入ってないから材料入れとこう。何使うかまだわかんないけど、作業台ぐらいあった方がいいよな。まあ、ここに置いとくか。なんか効率強化とかないのかな。探してこよう。めんどくさすぎる。アンテッド効果、ダメージ増加、なんやん。効率強化ないんかーい。くっそ、頑張るしかないか。こっちの人持ってたりしないよね。あなた、あなた修繕だもんな。ダメだ、持ってないわ。仕方ない、普通に頑張りますか。よく考えたらここは多分道路のままだ。ここまで壊すとなると、もうダイナマイトで爆発したいぐらいだな。絶対そっちの方が早い気がする。でも燃えるのかな、火だから。はい、オッケー。じゃあちょっとこれも一回壊そう。ここね、段差があるから一段下げたい。ということで整地、ここまでか。ここも違うな。ここまで行きたいな。ここの段差も全部なくしちゃおう。あとでどっかに階段は作るんだけど、とりあえず一回削りましょう。よし、じゃああとちょっと整地していく。でここの一個下の部分、ここも削っていって、で下はこの壁を作ろう。それでここも削らないといけないか。とりあえずここは階段を引っ付ける。でこの下はレンガにして、こっち側も階段をくっつけて、ハーフブロックにしたいんだけど、どうしようかな。ここのエリアだけワンブロックにするか。まあ、ハーフでいこう、やっぱり。ハーフにします。全部引きたいんだけど、ハーフ。やりすぎ？でもそうしないと、ね、緑になっちゃうもんな。芝生エリアみたいになっちゃうもんな。ここは心を鬼にしてハーフを引きますか。じゃあ頑張ってハーフブロック全部引いていきます。全部って言っても、まあ途中まで引いて一回屋台作り始めて調節して引いていこうかなと思っております。ついでにというか、ここの道もつなげないといけないから、ここの道も作っていこうかな。ここはこの横つながっていく感じでいいよね。こっちはこの、この家もっと大きくするかな。大きくするとしたらまた向こう側に建てればいいか。うん、そうしよう。じゃあここはとりあえず両方をここまで引いちゃって、で5マスの道にしようか。ここメインの道は7マスで、ちょっと路地みたいな感じで入っていく道は5マス。結構メイン、こっちもメインっちゃメインだけど、まあまあいいでしょう。ここまでこれでできて、階段つけて、まあまあこれでいいでしょう。合ってるんだけど、どうしようかな。ここのラインが微妙に合わなくなっちゃうんだよね。せめてもう一マスだけ下げるか。まあまあこれで仕方ないか。でここが不格好なので、ここは変えよう。これ建物の基礎みたいな感じだから、ここはこのブロックでいいか。普通の
丸石、これも作るか。そしたらじゃあレンガブロックでランタンで、ここに花、花こんな感じかな。で下は羊毛で囲ってあって、でここが石レンガということですね。こんな感じかな。ここが変なのか、どこが変なんだ。あ、間違えてる、間違えてる。こうなってこうなって、ここに葉っぱだ、こうだ。羊毛がこうなってて、でレンガブロックとこういう感じだね。合ってる合ってる。よしよし、こっちも同じやつ作ろう。よしよしよし、いいんじゃない。こんな感じでしょう。でこっちにクリスマスマーケットが広がる予定と。じゃあこっちの方からやっていこう。ここはさすがに通路だから、まあ、屋台は置かないとして、こっからかな、置くとしたら。で結構ギリギリの場所に作っちゃいたいから、さすがに一マスぐらいは開けるか。大きさとしてはこれぐらいか。こんな感じにして支え棒みたいなのがあって、あーまた足場置くのがめんどくさい、置けないやつ。どうしよう、支え棒2本にして階段ブロックを置いていく。こんな感じでマイクラでよくある、こうなんて言うんだろうな、赤と白の屋台みたいな感じではなくって、こんな感じのちっちゃい屋台を作っていこうと思います。で一応看板ってあったかな、例えばピザ、この看板ぐらいはちょっと違う素材のものにしてもいいか、違う何か用意します。まあこんな感じかな。ちょっとだけ装飾しよう。ちょっとフェンスゲートで装飾。なんかな、色がな一緒だからな。かといってここハーフ使っちゃってるか、いやハーフ使っちゃってないか、原木でいけるか。ちょ原木やってみようか。違う素材にしちゃってもいいけどな。あ原木いけるな。あこっちの方がいいかも、ちょっと締まった感じ。これはいるか、いらないか。でこっちもこっから一マス開けて作って、で真ん中何マスにするか決めよっか。また原木を大量に使うとやばいのではなくなるんじゃない。そうだちょっと待って、この人グローベリーとか持ってないか。ミレポラサンゴブロック、グローベリーがちょっと欲しいなって思ってたんだよね。あのあそこの洞窟にないかな、そんな簡単にないか。グローベリーここ入るようにフェンスゲートここだけつけとこうかな。ここの間何マス開けるかだ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マスある。わー微妙、真ん中だけ若干大きい屋台になってもいいか。よしこんな感じです、いいんじゃない。そしたらここはもうクリスマスマーケットみたいな感じなので、もう過剰にライトつけます。もう超イルミネーションしてるよって感じで。そしたらちょっと一回この辺のもの置いて、額縁と看板、まず額縁でしょ、あと看板、看板あった。じゃあ看板を貼っつけて、これ真ん中じゃないな、何を置くかはまた後々考えるとして、で額縁これも真ん中に貼ろう。何を置こうかな、食べ物系、金のリンゴとかいいね。もうちょっとなんかいい使い方あると思うけど、ケーキかリンゴ、花は売りたいな。あとなんだろうな、ちょっと作れそうな食べ物系で作れそうなもの、ケーキだったら砂糖、小麦、ミルク、ケーキいいな。砂糖はサトウキビか。ミルク3杯、どうしよう、またバケツがない。これいいじゃん、パンプキンパイ、これ交換しちゃおう、エメラルドで。今ここの農作業をしてくれる人たちのチェストが溜まりすぎてたので、交換しに来たらなんとパンプキンパイ、いいじゃん。これはクッキーいいね、とケーキいいね。もう一個、これでもう作んなくていいわ。びっくりした、すごい雷、やばい、寝よう、急げ急げ。よしおやすみなさい。めちゃめちゃすごい雷だった。ちょっと金のリンゴさすがにあれなので、とりあえず3つ飾ってみよっか。大丈夫、クリーパーとかいない、いないね。あ額縁もちょっと欲しかったな。クッキー、パンキンパイ、ケーキと、あと額縁も1個作ろう。ここに置いてこんな感じでくっつけると、こう上に乗ってるみたいな、見えないけど
そんな感じになるでしょう。そしたらもっと作ろうか、額縁。やばい、牛さんをちょっとやっつけないと額縁が足りないんじゃないか。ここはクッキー、ここがパンプキンパイ。よし、下やめて上に貼り付けてもいいんじゃないかな。看板じゃなくってここに貼れるのか。あ、貼れる。上にも下にも貼ろっかな。よし、じゃあここにもつけて、あとここにケーキつけてと。いいんじゃない。これクッキーってどれぐらい回復するんかな。1枚食べてみよう。1個。マジか、全然お腹回復しないじゃん。よし、そしたら続き作っていこう。ここの間の道は 1,2,3,4,5 マスでいいかな。こっちとはライン合わせて一応作るか。で、真ん中がどうしよう。真ん中が大きいじゃなくって、ここはもうくっつけて作っちゃいたいから、どうしようかな。こっちの道にちょっと侵入して、ここの道はこうまっすぐじゃなくて、まあ、ここでちょっとこういう風に曲がる感じにしようかな。あんままっすぐすぎても面白くないと思うから。よーし、じゃあ屋根作っていきます。どうしよう、これ後ろくっつけようと思ってるけど、真ん中開けとくか。一応とりあえず一つ目の屋台これで、二つ目どうしよう、ここにくっつけちゃうか。じゃあ隣の屋台の屋根も作っていきます。こんな感じ。まあなんかいいか、二つの大きい屋台みたいになっちゃったけど、まあこれはこれでいいでしょう。で、ここは3ぐらい開けるか。で、またこっから作り始めようか。そうするとどれぐらいになるんだ。あー、ちょっと飛び出す感じか。あー、ちょっと飛び出す感じ。まあいいか。じゃあ隣のブロックも作っていく。もうデザインは決まってるからサクサク作っていくだけだね。よし。で、一応ここは違うお店だから、仕切りをちゃんと作っておこう。で、まあ一マス開けて作るか。ちょっと待って、ここの額縁一回やめるわ。これってこのまま置けたりはしないんだよね、もちろん。パンプキンパイはどれぐらい回復するんだろう。お、3つ、なかなかやるじゃん。ケーキももちろんそのまま置けたりはしないよね。スルー。え、これシルクタッチじゃないと。あー、ダメだった。ケーキ失った。なんかこんだけいっぱい屋台街みたいにしたかったら、もう何を売るとか考えずにペタペタ貼っていった方がいいかもしれないな。まあ、ここかぼちゃとかにして、食べ物だけじゃなくていいと思うから、ここはお花とかにして、あとなんだろうね、あ、ランタンとかもいいかもね、売っても。あ、そう、あと過剰にランタンつけないといけないんだった。ナイトマーケットなのでね。もう原木あと残り2スタックしかないんだけど、すごい勢いで消費してるわ。よし、ここ作っていく。もうあとはここに量産していくだけって感じだね。でもこういうのは量産することに意味があるからね。よし、こっちもランタンをつけて、じゃあ額縁をくっつけてと。グローストーンとオウム貝の殻売ろう。ここグローストーン、ここがオウム貝の殻と。変だけど、まあいいでしょ。で、ここに引いて、あとここだけ作っちゃうか。あんなに貯めてた原木もうないわ。よーし、じゃあ最後もサクッと作っていきます。よし、じゃあ額縁つけて、ここは桜の花びらと銅。見にくいな。まあいいか。で、最後にちょっと道整えて、で、続きはまた次回にしようかな。よし、OK。じゃあ、ちょっとこの辺から見てみましょう。あ、ちょっと待って、ランタン忘れてた。はい、こんな感じになりました。そう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 。こういうのを求めていた。やっぱなんか全然足りなさそうな気がするけど、ここを真ん中にする。なので、次回、ここにクリスマスツリーを作る。で、まあこういうね、横向きの屋台とかも作ったりして、向こうも横向きの屋台作ったりして、で、あとこっち側に、まあ1列、2列かな？作ろうかな。ここに穴開いちゃってるからな。まあ2列かな？作れたらいいかな。という感じで、クリスマスマーケット的なのを作っていこうかなと思います。で、まあさっき言ってたみたいに、クリスマスが終わったら、ここはこの桜の木のでっかいの
を作っていこうかなと思います。まだ若干クリスマスには早いけど、いい準備ができているんじゃないかと思います。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。